もこんにちは、T1 スタイルズです。某別ゲームの動画投稿も、連投したかった内容まで投稿させていただき、一段落したかなと思ってます。そろそろワールドオブタンクスの動画もね、編集を再開しないといけませんよね。こちらの動画だけをご期待の皆様には、少し退屈だったでしょうか。半々での投稿とはいきませんが、ワールドオブタンクスの動画も忘れてませんよ。ということで早速試合スタートです。乗っていく戦車はソ連のティア4ライトタンク、アーブバサッチ、A20 で一家。実はティア4隊の戦車では、1、2を争うお気に入り車両。足の速さ以外はあまり取り柄がないんですけどね。その足の速さ生かして、東の丘を取りに行きましょう。実は最近夫は、ティア6の装輪車ばかりに乗っていました。あと正直グレートレースが楽しくてさ。とはいえ別ゲームの動画編集が忙しくて、1日数戦しかできてませんでしたが。おかげさまでリハビリだの言わないくらいには回復してきたのですが、今抱えている問題はそう、装輪車癖でございます。さて、丘へ到着。敵も来るだろうか。来ないか。装輪車癖っていうのはですね、どんな軽戦車に乗っていても、逃げるとき最初に、バックで逃げようとかしちゃうんですよね。タイヤじゃないからただただ遅いのにね。で今もそう、牽制射撃はすべて、オートエイムでどうにかしようとするの。まあこれは元からその気はあったけど、まあそれはいいんだけどね。前後運動で敵の弾避けようとしたり、とっさで撃って後退して逃げようとしたりね。そういうのがね、癖づいちゃってね。ここなんかそうかな、T80、あれに牽制しようと前後運動しちゃってます。ソーリングですね。ま、これは徐々に直すからいいんだ。さて、丘は取れたが、ここから攻めづらいぞ。中央から山田さんがマチルダで押し込んでいる、スポットを入れてくれるのか、それとも突っ込む気なのか。とりあえず援護に入れるようにしておかないとか。あ、この辺の動きも完全にタイヤを動かそうとしている動きですね。2体だから回せば旋回するのにねー。おっと、格上戦車、4号戦車が来たな。まずいか？いやだがあいつは 10.5 センチ高ではないから、こちらがワンパンで隅になることはないか。M3D もいるし、強撃の構えだ。こっち見てない、今だ。向き直るの早い、手当たり前か。だがこちらとペペシペシ砲、射撃機会は逃さんぞ。やば、D が死んでしまった。人手なしめ。どうする？3両に囲まれるぞ。いや落ち着け、敵は言うほど体力はない、1両ずつ処理すれば。そして引き込め爆竹の車線だぜ。一応信用して引き込んでたつもりだけど、これぐらいの手当たりだと少し信じていいか心配になるのよね。でも信じててよかった、ありがとう味方さん。みんなとっても心強いや、軽戦車やっててよかった。よし、今回は全面的に味方を信用していくぞ。期待して裏切られたらそこまでだけど、期待してそれに応えてもらえた時の喜びの方が大きいから、全面的に背中を預けるぞ。あ、気になってた T80 がいた。これは登ってこなそうかな？ルクスや SU85B が狙えればいいけれど、どうかな？まっすーにバレるから長いは無用だな。結構南東の敵の守りは硬いな、西から押し上げてもらった方が楽か？あっと、山田さん攻めちゃうのか、ここはまずい気が。く、支援間に合わなかった。というよりこれはどうしようもなかったか。ルクスも T80 もそこから動く気なしか、こちらから動いていかないとダメかな。ダメね、なんかやっぱりタイヤを動かしてる気になっちゃう。普通に旋回できるのにね。まあこれは低手当乗ってるうちに直そう。ふむ。SU85 さんが来てくれちゃったから少し判断迷うけど、ここは一旦引いて、丘を回って強撃態勢取れるか試した方が良さそうかな。丘を取りました。でも攻めきれないから停滞しましたーぜ。取った意味薄れちゃうし。できれば西の味方も動かしていきたいし、ちょっとこの場は離れよう。M10 が怖いけど、T80 は数発で倒せるし、そちら狙いで速攻即離脱できるかしら。ルクスが見えない、引いたか？それなら好都合、ルクスは3突でどうにかなる、今は80を。あれ？ SU85 さん死んじゃった、ダメダメ、この作戦はなしの方向で。バレる前に撤退、策を練り直す、西支援で行こう。あれ？
3突3こっちに流れちゃうの？こちらから一緒に引く感じ？どうする気だろうか。まさか裏取りしようとか考えてくれてる？いやリスク高いような。何頭をタップしてるし、そっちの目を私が取ると思ってたのかな。それならちょっと危険が伴うけど、お顔覗き見してみるか。最悪差し違いになるから、西に行くのが安泰っぽいけど。ですよねー。自走砲が焼いてくれるか？いやそれは高望みかなー。今先生で一撃入れられたらよかったなー。それほどの瞬発性は持ち合わせてなかったなー。あ、4号がキャップに入ったぞ。しかも3突がこっちの裏取りに向かってくれてるだと？マジか、ちょっとリスク高いけどみんな優しくない？こらえるよ、このまま睨み合ってるよ。三突三マジ天使、信じてるからね。今ちょうど M 点が死角じゃないかな。急げ、急いで丘の岩陰に入り込むんだ。さすが三突三、ありがとう。しっかりダメージ稼いでいってね。さすがです。いや今回は味方さんに恵まれている。もしかしたらこうしてくれるかもっていう私の期待に、みんな応えてくれている。なんだこの連帯感、ワールドオブタンクス、楽しすぎるだろう。あとその、今の自走砲危なかった。正直自走砲を忘れてましたです。はい。これで流れは取り戻せてきたし、西も押し上げてる。だがここからだな。やはり南東の守りは硬いぞ。一番は自走砲と、それとルクスだな。ルクスはさっきの味方の3突と4号戦車の動きの中で見つけられなかったから、どこかに移動してるっぽいよね。それこそ南東の岩肌の裏か？とりあえずここから侵入だな。最悪キャプ取りで引き込もう。MA と A1 がそこにいてバレてない、そして何も見つけてないことから察するに、敵三眼を森と見ていいかな？確かにバレない、誰もいない。ちょっとこのまま攻めるにはリスク高いし、私の体力ないからね、占領で引き出す感じでいくか。あ、自走砲はそこか。む、これ以外とまずくなってないか？大丈夫か？大丈夫そうか。あの駆逐は牽制でどうにかなりそうだな。けだからこいつは装輪車じゃないって、そんなゲートを厳しいっての。今のヒヤリハットだぜ、ほんと装輪乗ってる気になるのやめような。判断はいいかもだけど、そういうゲートをできる車両ではないからな。こいつは向こう撃ってるな、これこそ牽制だ。よし、引き込み大成功、勝ちましたな。戦闘結果です。1バッジをゲット。まあ今回は何と言いますか、味方が私の思っている通りの働きをしてくれて、まるで声に出した連携を取っているんじゃないかってね、そう思えるくらい働いてくれて、勝たせてもらいましたね。定義やゆえに戦果は物足りないかもしれませんが、気持ちよかったですね。やっぱりランダム戦、味方が思い通りに動いてくれるなんて無理ですし、本音を言えば、少しだけ期待しないでこちらも立ち回ることもあるんですけどね。今回は本当にいい連携ができたなと、やっていてすごく楽しかったですね。これぞワールドオブタンクス、みたいなことを口にしながらプレイしておりました。味方を信頼して今回はそれなりにそつなくこなせてたつもりだったんですけどねー。見返せば見返すほど、プレイ中よりも装輪車癖が目に留まるのなんの。そこはみっともなかったかな。いい車両なんですけどね、乗り手が悪いのでしょうかねー。とほほです。でも諦めずに乗っていきますよ。しばらくは定期値での鳴らしが続くかもしれませんが、また面白い試合ができたらね、お届けさせていただきたいと思います。いかんせん今ね、趣味が充実してましてね、なかなか一つのことに集中できないのですが。ワールドオブタンクスも忘れてませんからねと、それだけ言わせてくださいませ。バリバリ楽しんでますよ。以上、今回はここまでになります。最後までのご視聴、ありがとうございました。励みになりますので、ウポツだけでも結構です。コメントなどなどお待ちしております。ではでは皆様、また次回お会いいたしましょう。まったねー。
レオパルドじゃなくてチャフィーなんだよな。なんだと。なんでチャフィーレース引きずってんの。いや、そういうわけではないんだけど、ほら、やっぱりあの初めて走り出した時に、うん、2撃3撃食られるんだけど、レオパルドだとちょっと無理なんだよね。俺にはそんな技量はない。一番最初のところはあれだよね、横に。ああ、最初のね。うん、これ最初からオートエムってできるの。できる。あ、マジか。うん、これ走り出したらってことかな。走り出したら止まらない。いつも俺右のレーンだな。左のレーン1回しかない。お、燃えてくるね、この音。痛い。ん？なんか味方に当たった？手抜く以外やな、すごい。これきついな。みんな山田さんが来ないの。いないな。この野郎。点取れんかった。残念。山田さんが到着した時には味方がもう一人亡くなっていた気がするんです。気のせいでしょうか。走るがにあれやな。ね、すごい難しいよね。最初はしょうがないや。レオパルドにしてみようか。何にも取れてない。当たり前か。
惜しいな、本当に1000もうちょっとだったんだ。うん、あと3発ぐらい。なるほどね。よいしょ、 T50 だよ。あ、これ最初のレオパルドに戻っちゃうんか、カーソル。よいしょ、やめよう、この話は暗いもっと明るい建設的な話をしよう。なんだろう、ないわ最近暗いことばっかやわ。あっちのモンスターが死んだとか、こっちのモンスターが死んだとか。せい。はい、これにオートエンプスだと外れるのかな。始まった瞬間にこれをしてゴーゼン瞬時的な判断を置いていくのか。なんじゃねえけど、反射能力あるかな。連打しとったらいいんだよ。間違えて外しちゃいそう。800しか取れんかった424です、多分。大変難しい。
そう簡単になれるものではない。ですな。これで新しいレースまで35分だそうです。パーフェクトレース、レースに勝利する。コースの支配者、レースで勝利する。占領ポイント1ポイント以上、陣地占領する。ラピッドファイヤー、レースで勝利する。異なる産業の敵チャルにダメージを与える。なるほど。 OK、 じゃあ戻りましょうか。普通に普通の試合やりましょう。